今回の材料はこちらです。まずはブロワーですね。でこれ何かと言いますとこうえ、ポンプみたいになっていて、です、ね、こうほこりを吹き飛ばすものなんですね。カメラとかやる人だと思ってるんですけども、こちらですね、今100円ショップで、ね、買えますので、こちらをです、ね、用意してください。続きまして、ピンポン玉ですね。まあ、軽いものだったらいいんですけども、これで吹いて遊ぶので、まあ、軽い玉の方がいいかなということで、ピンポン玉。 はい。それから、これはあってもなくてもいいんですけども、トイレットペーパーの芯ですね。これハンデというかですね、障害物としてちょっと使いますので、まあ、トイレットペーパーに限らずですね、皆さん工夫して何でもいいんですけども、まあ、使いやすいというところで、トイレットペーパーの芯を今回はチョイスしました。はい。そしてメインの部分ですけども、まずは厚紙ですね。えーと、空き箱が、あの、お菓子のね、箱とかがあれば、それでもう OK なんですけども、今回はちょっと厚紙から作りたいと思います。 えーと大きめのものですね A4 以上の、えー、大きさのものをまあちょっと今3枚ありますけど 2, 2枚ぐらいあれば足りると思いますでそれから色画用紙これはですね、まあ、フィールドの色付けに使うのでえー、と白いままでいいっていう場合はこれはなくても OK です続きまして動画はこちらですこれもねまあ大体いつもと一緒なんですけども ハサミと、えー、カッター、えー、それから印をつけるための鉛筆マーカー、えー、それから定規3 0ンチぐらいのものを用意してくださいでそれからえー、っと色が用紙をつけるためのねのり、えー、ですね、えー、色が用紙貼り付けないっていう場合はこれはなくても OK ですでそれからセロハンテープになります <music> それでは、ね、作ってまいりましょうまずは厚紙にですね線を引いていくわけなんですけどもよいしょもうね描、えー、いてますで、えー、と線の引き方なんですけども卓球の球がですね、えー、入,入る大きさプラスアルファということで、えー、と大体卓球の球がですねまあ直径で 4cm あれば入るかなというところなので えっと、こっちから4センチ、こっちから4センチのところに線をまず引きます。で、そしたら、端っこからまた4センチ、4センチのところに線を引いてですね、まあ、四つ角に、こう、玉がですね、入るような形にしてもらえれば OK です。はい、このようにね、マーキングをしましたら、縦の線ですね。縦の線には、カッターで軽ーく傷をつけてください。で、それから横の線はですね、しっかり、こう、切っちゃってください。こういう感じになります。山折りというか、こういう感じですね。 ここのところから、こういう風に起こしてあげてください。反対側もこうですね。えー、四つ角がですね、こう折られましたら、ひっくり返して、こっちがね、今度表になります。こうやってね、起こしたところで、えー、申し訳ないんですけども、一回ね、またこれをちょっと元に戻してですね、裏に戻します。で、そうしましたら、今度は、今折ったとこですね。ここと、ここのラインですね。 ここにまた線を引いてですねカッターで、えー、と軽くね傷をつけてください反対側も同じですはい、えー、そうしましたらここのところからですねまたこうちょっと折ってあげます反対側も折りますはいでそうするとちょっとしたですねあの箱みたいなのができますねよくあの市販されてるお菓子とかのね箱も実はこういうふうにですね作られてたりしますね 感じですそうしましたらこの段階ですね好きなここのフィールドのところにですね好きな模様を描いたりとかシールを貼ってあんまねシールは凸凹してるとちょっとゲームに支障があるのでまあマーカーとか使ってね書いてもらってもいいですし今回はね色合い用紙を貼りたいと思いますでこちらですね内側にサイズを合わせてくださいちょっと難しいなっていう場合は何のことないひっくり返してですねここのサイズに合わせて裏返してね貼り直せば OK というわけですね フィールドにね、色が良し貼るとこういう感じになります。まあ皆さんね、お好みに合わせてフィールドのね、線を引いたり、さえー、センターサークルをね、書いてもいいんじゃないかなと思いますけども、今回ね、このままいきます。で、そうしましたら、こちらの部分ですね、こう、こういう状態にして、ここね、セロハンテープでしっかりね、貼ってください。ここね、ここはちょっと斜めになってると、玉が入りやすくなっちゃったり、逆に入りにくくなるので、こうね、ここはちゃんとまっすぐ合わせたのを確認してから、セロハンテープでね、しっかり。 止めてください反対側も一緒ですねはいこれでですねだいたいフィールドは完成なんですけどもせっかくなんでね、えー、ハンデというか、えー、難しさにねちょっとアレンジを加えるためにディフェンダーを着たいいと思いますまあねあのディフェンダーなんでもいいですよこうやってのりのスティックでもいいですしあとは消しゴムをポンと置いてもいいですしまあなんでもいいんですけども今回はねせっかくなんでこのトイレットペーパーの芯を使ってディフェンダーを作りたいと思います。 で、これだとですね、あの、トイレットペーパーの芯だと軽いので、こうやってる間に、こう、倒れちゃう可能性もありますので、こちらですね、トイレットペーパーの芯。半分ですね、大体でいいので、よっこらでしょ。はい、こういう感じですね。こうすれば、重心が低くなるので、あとね、あの、あんまり高いと、こうやってる間にですね、こう、ぶつけて倒しちゃうっていう可能性もありますので、 そんなにね高さなくたってあのディフェンダーとしての役割は果たしますのでこういう感じですねこうしとけばちょっとやそとじゃ、えー、ちょっとこれ倒れやすいかな、えー、ちょっとやそとじゃね倒れないので、まあ、これにですねあとは好きなキャラクターの絵でもね沸かしまずでも何でもいいのであの書いてですねこうやって置いとくといいんじゃないかなと思いますはいということでエアーサッカーゲーム完成です で遊び方はね非常に簡単ですこのブロワーを使ってピンポン玉をね吹き飛ばして相手の、ね、フィールドに入れれば、えーまあ、ポイントになるという単純なゲームでございますででもね今回はこれ1人じゃね遊べないのでちょっとね今回はアシスタントに、ね、対戦あて相手になってもらおうと思いますよろしくでせっかくですので、えー、とホワイトボードねあの100円ショップで売ってるホワイトボードなんかを使って得点表示をねこうやって作っても面白いんじゃないかなと思いますなんで半水関係ないやろ はい、ごめんなさい。正しくはね、こうでしたね。今度は楽天か、やめろはい、じゃあね、気を取り直して対決始めます。えー、ルールとしては、サッカーなので、エアホッケーだとね、こっから出ちゃダメっていうのありますけども、サッカーだった、だったら、えっ、ー、と、こっちまで行っていいと。で、ただし、こう、棒、棒でというか、これでつついたり、えー、相手のね、手とかに接触するのは禁止とさせていただきます。じゃあ行きます。レディー、キックオフ 端っこつかんでよし1点<ー>はいレディーキックオフ <laughs> チャンス <laughs> 今いったべ今いったべ今いったべ <laughs> 落とした落とした <laughs> キックオフの一発目は入れられた方がまず一吹きしたらスタートっていうルールにしてもいいかもしれないですねじゃあいきましょうキックオフ <laughs> あんまりそれ強くないんじゃないか <laughs> 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 ああ危ないああちょっと,ょっとファール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 ,ファール,ファール今のはファールさすがに PK だと一発で入っちゃうからな <laughs> じゃあ罰としてじゃあ俺からキックをいきます<い>キックオよっしゃはい忍者ハットトリックくんですねツッコめよじゃあねせっかくなんでねここでディフェンダーを投入していきましょうはいエアランチャーといえばこの2人 ほんじゃまた。それを言うなら、ほんじゃまただろ。マイズよしちゃんば。悪意、怒られるよ。相方の恵みだぜ、マジで。<laughs> これ、恵さんだろう。てか、目線隠す気ねえだろあお、じゃらららーん。いい加減にしろ。はい、それでは、きこ。え、<laughs> めっちゃブロック聞いてる、ブロック聞いてる。<laughs> 今言ったんじゃね。ちゃんと、<laughs> よし。<ー> はいといととうことで、ね、今回は100均靴で、ね、作れるエアサッカーを作ったわけだったんですけどもどうだったでしょうかこれね非常に単純なので夏休み最終日の午後でも、えー、十分にね間に合いますので、えー、小学生のね皆さんあのね夏休みの宿題やってなかったって方にはちょっとおすすめできる、えー、一品となっておりますそれではみんなも作ってみるフィーユまたねパフ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 昭和かな